はい、皆さんこんにちは。今日はあの大学で出たシリーズです。本日はこちら、青山学院大学で出たということで、文学部教育人間科学部から大和物語の文章を抜粋してみました。と言っても、青山学院大学自体は今年から入試制度が大きく変わってしまって、ほとんどの学部で古文は出なくなりましたね。マーチ相応レベルの問題として解いてみるといいのではないかと思います。また前回の動画から引き続きですが、問い2番、問いの3番に関しては記号選択になっています。説明欄のところに選択肢を用意していますので、問題を解く際には一緒に使ってあげてください。ということで、まずは問題を解いてみましょう。さあ、ということでよろしいでしょうか。赤ペン単語チェック、青ペン文法チェックはいつも通りですね。単位をつかみながらしっかりと問題回答していきましょう。では参ります。さて、この男グリーンと丸が、女こと人に物言うと聞きて、はい、まず何を聞いたのかって、こと人、漢字当てられたらもうバッチリですよね。これは異なる人と書いてこと人ですから、現代語訳は他人ぐらいにしてあげればバッチリだよね。誰か別の人と恋愛関係にあるらしいよってことを聞いて、定点主語変わりません。その男がその人と我といずれをか思うと、わかりますよね。お前、あいつと俺どっちを取るんだっていうことを聞いたところ、バーテンスラッシュ、はい、主語変わって、その女グリーンと丸が読んだ歌です。で、これは前回の大和物語を楽しく学ぶという動画でもまさに話をした和歌ですね。平安時代の特にこの大和物語の作品に多く用いられている技法ですが、何か景物自然描写に自分の思いを例えて読んでいく、物に寄せて思いを述べる歌、非常に多いんですよ。この歌もまさしく、パッと見なんかススキだとか風だとか自然描写に見えますが、それを回答でそのまんま書いたって点数にはなりませんよね。裏に隠れている意味は何ですかって持っていけるかどうかでしょ。いずれにしたって景物自然描写の直訳をまず作ってみると、話す隙、君は肩にぞなびくめる。普通肩って言われたら方角の方を当ててあげればいいので、話す隙があなたの方になびいているようです、いいよね。メリは推定の助動詞です。そして後半下の句が、思わぬ山の風は吹けどもと、思いがけない、いいね、ぬが打ち消し語ですから、思いもよらない風が吹いているんだけれども、このぐらいが直訳です。でね、これを書いてあげること自体は別に悪くないと思いますよ。ただ男は女に対してどんな質問をしたのかって、俺とあいつどっちがいいんだっていうことを聞いたわけでしょ。それに対して、ススキはあなたの方になびいているようですよ、思いがけない風は吹いてますけど、そんなこと言われたってはーって話じゃないですか。わけわからないですよね。じゃあわけがわかるように今の状況に置き換えて、ススキやら風やらが何に例えられているのかを見抜いていく、それがまさに物に寄せて思いを述べる歌の真髄なわけですよ。前出したね、大和物語楽しく学ぶっていう動画でも同じように話をしています。和歌の回でも同じように話をしています。なのに受験生が軽視しがちなんだよね。そのことについてしっかりと学んでおくことって、和歌を理解するにあたってはやっぱり大切ですよ。ってことで置き換えてみましょうか。まずこの話す隙、あなたの方になびいてますよって、何がなびくのか、ススキがなびいてるんじゃなくて気持ちがなびいているんだとしたらどうですか。俺とあいつどっちの方が好きなんだよって言われた時に、女があいつよとか言ったら出ていけって話になっちゃうじゃない。おかしいですよね。つまりこの話す隙は私ぐらいで解釈してあげるとどうですか。女自身の気持ちとして、私はなんだかんだあなたの方に気持ちがなびいてますよって言えば、この男の問いかけに対してきちんと答えたことになってますよね。でさらにいきますよ。
思いもよらない山の風は吹いているけれども、じゃあ何が吹いてるんですか。風が吹いているんじゃなくて、この風っていうのはまさに別の男を指しているよね。つまりちょっと別の男の人と関係を持ちそうになってしまったけれども、やっぱりあなたの方に気持ちがなびいているようだ。これで完璧な歌が作れるじゃないですか。テロップに回答を示しておきますが、このくらいしっかりとね、何かものに自分の気持ちが寄せられている、例えられているんだっていう感覚を持ってください。それが大学入試の問題の和歌において非常に大切なことなんだよね。よろしいですね。早速いい問題が出てきました。次いきます。トナン・イーケルトで段落が変わってちょっと話がずれますね。呼ばう男グリーンと丸もありけりと。大事なのは呼ばう単語チェック。これは求愛するとか求婚するという意味ですよね。求婚する男もいた。じゃあこの男って第一段落に出てきた男と同じ人？違う人？それを言われた時に、例えばね、文法事項でここにチェック入れてみるのも面白いですよ。も、私結構も好きなんですよ。もっていろんな情報を教えてくれるでしょって予備校の授業なんかでもよく言うんですが、この男 A に加えて別の男 B もいた。こういう時に使うんだよね。ひらがな1文字ですが、いろんな情報を教えてくれるんですよ。だから第一段落の男とは別に女に対して求愛してくる男がいたんだって、そう書いてあるんだよ。いいね。この出だしを踏み間違えてしまうと第二段落崩れてっちゃうよね。特にこっから設問引っ張ってありますから大切にいきましょう。じゃあ次、この補いマーク、鍵括弧は誰が喋っているのかしっかりと読んでみると、世の中心うしなお男世辞。さあこれは鍵括弧の中に単語チェックが連発です。少なくとも4つしっかりと理解しておきたいよね。まずこっからいきましょうか。世の中の世って、もちろん世間って現代語訳する時もあるけれども、今回の話はどう見ても恋愛話ですよね。恋愛話において世って男女の中、男女の関係、まさに恋愛を表しているなってことをしっかりと押さえましょうね。ってことで、男女の間の恋愛なんて心うしだと、辛い、そう思ってるのは誰だろう。どうも女っぽいよね。女っぽいけど確信持つために後ろ行きましょう。なお単語チェックはやはりという重要語。そして男す、何ですかこれ。直訳をしてみたら、やっぱり男はしまい。でどういう意味、男はするまい、意味がわからないですよね。男すの形で男性と恋仲になるとか、男と結婚するって訳すよ。これはちょっと重要単語としてぜひ覚えておきましょう。男性と関係を持つ、恋愛する、結婚する、そのくらいの訳し方ができるんだよ。さらに字が打ち消し意思ですから、やっぱり男性とは関係を持つまいなんて言えるのは、はい、改めていいですよね。これって間違いなく女しか入りませんよね。ってことで補いマークには女を入れてあげればいい。ここでさ、呼ばう男のままスライドしてしまったり、第一段落と勘違いしてしまったりしていると、もうぐっちゃぐちゃになるの分かりますよね。しっかり抑えましょう。改めて女のセリフで、男女の中っていうのは本当につらいと、やっぱり男と関係なんて持つまいと言っていたものの、この男をようよう思いやつきけんって、さあ設問がやってきました。てことで、まず整理しておきたいのは、はい、この男って誰ですか。いいよね。この文章に男は2人いるんです。第一段落の男を指しているのか、第二段落で出てきた新しい男を指しているのか、そしてもう一つは、だんだん思いやつきけん、思いつくって漢字で書くんだったらこの字を当ててあげればいい。思いがぴったりくっついていくっていうようなイメージですから、まさにこれは気持ちが向いていってしまう様を指してるんだよね。だんだん気持ちが向いていった、
第一段落の男とは結婚してますから、気持ちは最初から向いてますよ。この表現を考えてみても、間違いなくこの男って誰？呼ばう男だよね。絶対結びつくはずだよね。そのあたりをしっかりと整理してあげると、もう直訳作れちゃうんじゃないですか。新しく求愛してきた男のことをだんだん好きになっちゃったんだろうかって、こう書いてあるわけですから、選択肢一応見ておきましょうか。あの選択肢が、夫への愛情がだんだん冷めてきた。何の話？思いつく感じね。しっかりと当てましょう。意の選択肢、夫の情愛をようやく理解することができた。だからこれ、夫って第一段落刺しちゃってるよね。整理ができてない。いいですね。うの選択肢、言い寄ってきた男、初めて来ましたね。言い寄ってきた男に次第に愛情を感じるようになったのだろうか。だんだん好きになったんだろうか。完璧じゃないですか。ってことで、うが正解。もう後ろは見なくていいですね。こんな感じでした。さあ聞きましょう。この男の帰りごと、いいよね。引き続き指示語が使われていますから、この呼ばう男を指しているんだよ。で、帰りごとは返事と書いて、古文単語では帰りごとって読みますよっていう、むしろ読みの問題で大事かな。特に和歌の世界で出てきますよね。和歌の返事なんかを書いちゃったりして、定点ですから主語変わらないよ。まだ女のままこの元の妻のもとに手紙をよこしたって書いてあるわけで、元の妻って初めて出てきたから注釈に書いてますね。男の前妻だと、まあ、つまりこの前の話に書いてあるんですが、男はもともと奥さんがいたんですよ。ところがちょっと新しく出てきたこの女がいい感じ風だったので、そもそも男も浮ついた心を持って新しく女を新妻として迎えてしまったっていう背景があるのね。まあそれはいいですが、妻のもとに対して手紙をよこした。起こすはよこす、いいですよね。さっき行くと、見れば書く書けりと。じゃあ誰が手紙を見たのかっていうと、ここは一時的に主語が妻に変わるよね。妻が送られてきた手紙を見てみると、こう書いてあった。書くは指示語、もちろん後ろの和歌を指してますね。じゃあ誰の和歌かっていうと、改めて補ってあげて、女の歌です。今度は傍線2に向かっての解釈がつながるので、2番目の歌もしっかりと訳しておきたいですね。いきましょう。身を失しと思う心が凝りねばや。まずは文法事項から攻めてみると、ねばのね、いいですよね。これ打ち消しです。そしてねばのねは依然形になっているので、ここの現代語訳は何々ないのでとか、ないからぐらいの訳し方を持ってってあげるとぴったり合うはずだ。つなげてみましょうか。身を失しと思う心が懲りないので。懲りないって今でも使えますよね。まあ何回も何回も失敗して、なんか悪いことしちゃって、でお前さ本当に懲りないやつだなって言い方しますよね。じゃあどんな心が懲りないんですかって言った時に、第二段落を思い出してくれればいいんですよ。世の中心うし、男女の関係なんて辛いわ。だからもう男と恋愛はするまいと言っていたにもかかわらず、新しく求愛してきた男と関係を持とうとしてしまってるわけでしょ。その自分の心を牛と表現しているので、例えばこの牛ってね、辛いと訳したらおかしいんですよ。なんか辛いと思っている心が、いや辛いって自己責任お前だよって話になるでしょ。ってことは情けないとかで訳してみると、すげえぴったり合うの分かりますよね。自分のことを情けない、そう思う心が全く懲りていないからだろうか。ぴったりじゃない。いないからだろうか、人を哀れと思いそむらんて。じゃあこの人って誰ですか。そして思いそむのそむ、ここで漢字を使ってあげるといいよね。なんか前の動画でも話したことありますが、そむってこういう字です。始める、現代語に残ってるんだよね。1月1日、書き初め、初めて習字を書く時の染め、この漢字使いますよね。思い始めちゃったんだろうか、そう言ってんだ。思い始めちゃったんですよ。
人に対して、ああしみじみといいなって思い始めちゃった。じゃあこれって新しい男丸2にしとこうか。男丸2の方をピンポイントで指してますよね。また人のことを好きだなーなんて思い始めちゃったのねー、まあ、本当に情けない歌ですよね。でもここでね、面白いのが、彼女は自分の心の情けなさっていうのを分かった上で、それでも私って恋をしちゃったんだわっていうのをバカ正直に、しかも前妻に対して手紙を送ってきてるっていうところあたりから、まあ、正直者ではありますよね。自分の気持ちを隠しきれないというか、そういう女性像っていうのは伺えるじゃないですか。と、なん、懲りず間に読み足りけると。またここに懲りずを使ってます。懲りずにこんな歌を読んだってことは、前からこういう歌何回も作ってるっていうことですよね。がユニークなキャラクターだなとは思いますが、ここで設問見てみましょうか。女のどのような性格が印象付けられるか。2回も使ってる言葉、やっぱり使いたいですよね。懲りない女なんじゃないですか。ってことで選択肢を見てみると、あからいきますね。失敗するたんびに懲りずに元の妻に助けを求める厚かましさということで、確かに失敗するたんびに懲りていない事実は合ってます、うん、ところがこの歌をどんなに解釈しても奥さん助けてという趣旨は取れませんよね。後半部分にバッテンをつけてあげるといいんじゃないですか。次行きましょうか。いいです。夫の不信感を買いながらも、まず夫の不信感の話はとっくの昔です。普通和歌というのは直前の状況に基づいて読むはずなので、今さら夫の不信感を持ち出してきているのが不自然極まりない。で後半は、懲りずに夫に歌を送り続ける。送ってないですね。だから完全にアウトです。次、うの選択肢。裏切られても懲りずに他人を信じてしまう。で裏切られてないですよ。どっちかっていうとお前だよって話なので、うの選択肢は全く違う。で、えの選択肢。夫に気づかれながらも懲りずに他の男性を慕い続ける一途さ。慕い続けるってそこまで言いますかね。思い始めたばかりですよ。この男に対してどうしようかな、なんか好きになっちゃったわくらいの段階で、それでも懲りずに他の男性を慕い続ける一途さとまでは言えませんよね。ちょっと動きが強すぎる。まあ大体一途じゃないしね、この人ね。あ、最後行きましょう。おが正解なんでしょうか。失敗を悔いても懲りずに繰り返してしまう心弱さと単純さ。いや、まさにね、失敗を悔いるってどっから出てきたんですか。これですよ。だからさっき役に断ったの。辛いじゃなくて情けないぐらいで取ってあげると、自分のことが情けないとは思ってるんですよ。でもその気持ちに懲りないのだろうかって、まさに選択肢の悔いても繰り返してしまう、いいよね。それが心弱さと単純さ。確かに自分の心弱さです。情けないと評価しているところからもわかるし、さっき話した通り、それを前妻に対して送ってしまうあたりが、本当に自分の気持ちに直球勝負でしょ。単純と表現して構いませんよね。おがバッチリ正解になっているということが、これで確認が取れるはずです。めちゃめちゃ良問ですよね。本当にいい問題だと思いますので、しっかりとね、復習していただいて、わからないことあればぜひ聞いてください。よければ高評価、そしてチャンネル登録お待ちしております。今日は以上です。お疲れ様でした。